美味しそうだね。最近ね、ちょっと盛り付けを凝り出した。そう、凝り出した。もうちょっとなかったでしょ。うん、まあカレーを作りたいなと。そうね。で最近いろいろね、うん、まあ牛肉も買ってきてあるんだけど、柄が流行ってて、前の中で見て、さあこれいくらだと思う？500円くらい。おお。安いの。そうなんだ。なんで。これを使ってあのブイヨンにいつも入れてるじゃん、うん、そのブイヨンを自分で作ったら楽しいんじゃないの。なるほど。こんがらやったじゃん、げんこつ、うん、だからまあ同じだよ。この間ほらテレビでさ、あの鶏だけで作る鶏塩ラーメンとか言ってたから、うん、俺の中で熱いのよこれが今。鶏肉ってこと？うん、まあ、なんか鶏のどこかなんだよね。うん、で鶏ガラはね、煮ればいいんだって。うん、で、この赤いところを、うん、なんか洗うの、ちょっと洗うと、うん、いいらしいんだけど、うん、なんかちょっと俺そういうの向いてないの。そうなの？人によって違うじゃん、そんなの。はあ、だからこれ軽くさ、うん、下茹ですればさ、いい感じにボロボロ取れてくるから、うん、ボロボロ取れてくるから。やっぱ一回軽く煮て、うんうん、そっから分解していくってことね。分解してもう一回煮ればいいんじゃないの。はい、じゃあ火にかけていくね。なんかじっくりこう使ってる間にじっくりこう五右衛門風呂で火つけていくと、もう全身までしっかり火が通るみたいな。カエルが気づかないのと一緒だね。土壌がね、こう豆腐の中にこう入ってきて、ん、ん、私の例えで完結してたじゃん。土壌いらないじゃん。はい、油なんか捨てるの持ってないんですよ、ね、うん、でもなんだっけ、なんかこの前ほらさ、うん、最初のは捨てた方がいいみたいな。そうそうそう、まあ、そう、やっぱさ、グツグツ煮てさ、このアクをさ、うん、取るというよりもさ、アク取るのめんどくさいじゃん、うん、グツグツになったら一回ジャーッと全部捨てちゃえばいいんじゃない。確かに。で、軽く水バーって出して、うん、ガシャガシャガシャって洗って、うん、その後じっくり煮込めばよさそうじゃない。うん、そんなんでいける気がするんだけど。バーやって、ジャーやって、バー。そう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 。牛脂って外出しておくから、大変な話でさ。新しいこと処理しよう。そしてこの辺りを。ニンニクね。うん。で、まあ、もう下茹で終わってるんで、皮はある程度きれいに取り去ってあげるので、うん。なんか臭み取れそうなイメージあるね。うん、これを炊飯器に入れていきます。うん、バラ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 。もうなんかいい香りはしてるね。ね、もうこれでなんかスープ完成する感じで、美味しい鶏スープができそう。一回炊飯してみよう。うん。うん。しんちゃん、鶏ガラ飲みたい人？うん。てってれー。何に使うの、おちゃん？水を加える代わりにこのブイヨンをプラスして、普段入れてるコンソメを入れないで、うん、これで楽しく見て、でもすごい薬膳いい香りする。いいんじゃないこのまま、もう一煮立ちさせて1時間ぐらい保温させていこう。はい、そうね、みじん切りでもいいと思うんだよね。俺は出来上がったものを買うのはあんま好きじゃないの。作るのが好きだから、逆に言うと完成しちゃうと捨ててもいいかなと思っちゃう。うん、私はもう完成品しか興味ないから。
うん、そこは差だよね。料理も出来上がってたらいいなって思う。だから結構な話、俺ご飯無限に作り続けて誰かが食べてるのを見るのが一番幸せかな。もう食べてるじゃん、いつもごうちゃん食べるの好きだからね。お肉案外ね、細かく切るのが大体うまい。はい、3回、うん、牛脂を適当に。牛脂そうこれいい感じにこうやってきたんで、盛り上がってきたんで、ここにラードも入れていきましょう。前回のね、こう取っといたラードでーす。定点カメラがもうぶっ壊れてるんであれなんですけど、こんな感じでどんどん仕込んでいきます。頑張ります。じゃあここにいろいろと入れていこうかな。まあね、あの型でしか使えないっていう定点カメラの人見てみましょうか。ガラ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 してますね。これね、結構おすすめです。ないできついです。なんかこのヘッドセットとかあればいいんだけどな。GoPro 買おうかな。これを全部カットして。って言って、あ、さっきの鶏ガラと合体させていきたい。ね、頭に来るのは、料理できない割に、なんか捨て台詞で吐いた一言一言が、まあまあ料理の役に立つことがね、面白くも、あ、猫らしだなって思いますね。頑張ります。今日の仕込みを仕上げていきたいと思います。今日はね、僕の好きなジャワカレーとゴールデンカリーね、鶏ガラ入れていきたいと思います。てってれー。じゃーん、気をつけて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 、ちゃっちゃらっちゃっちゃっちゃっ。でもこのお肉も美味しそうだな。うん、ごめんね、くーちゃん、後でご飯あげるからね。さっきあげたじゃん、だって。うん、水をさらしていきながら、いい感じですね。これがね、思ったよりお湯が少なくて、これね、いい感じにこの出てるこのアク取りません。だってもうお肉のめっちゃうまそうやんね。あの最後捨てた汁も戻そうと思ったんだけど、今日はなしにしとこうかな。でもすごい。そう、なんかアクも僕ね、なんか僕の持論としては、完全になんか煮込んでしまえばアクもね、旨味につながるような気はするんですけど、今回はちょっと血合いも、うふー、うまそう、美味しそうでございまする。次長、いろいろね、お酒とか入れたりしたんですけど、まあそうね。ということで完成いたしました。途中でね、昨日あの酔っ払って寝てしまったんですけど、鈴木をめぐみさんがやってくれて無事に完成しました。これ FM 群馬ファームわーってなるやつなんだよこにゃんことたえこすか、かわいいとかわいいだぞ。キャー、確かにお店に並ばないからね、この時期は。2ヶ月経って初めて、うん、家で生まれたこの特権だね。そう、あ、こっちからおいでよ。増えた。This is bananas がよくわかんない。そうなんだ。なんでだろうね。なんか意味、なんかそういうメタファーがあるのかな。ね、海外の、うん、
猫ラジメイクチャンネルさん、嬉しいお知らせです。待ち望んでいたこの日がついにやってきました。イエーイ。このような素晴らしいチャンネルの成長は YouTube にとっても喜ばしい限り、うん、このニュースを共有するためにお使いいただける画像があるの、うん、ハッシュタグをつけて皆さんに伝えましょう。おめでとう、イエーイ。じゃあこうだね。じゃあご飯食べよう。さあ祭りの始まり始まり。お使いになる前、プレート綺麗にね、拭いてください。そんなに慌てないで。でもさ、芯を舐めてるさ、そばでさ、豆がお乳飲もうとしてるよ。忙しいね、この家族は。写真撮られてんの、クイちゃん。ねえ、パパラッチにね、浮気現場を撮られた人みたいなポーズになってるよ、クイちゃん。ん？顔はやめてって感じですかね。クイちゃんのその外にはメイちゃん。仕事になりません。なんか今、みんなのいびきが。山盛り猫。これひょっとして、起きちゃうか。寝てるのか。
い、クッション、クッション。なんかさ、でもさ、はい、マッチ。うん。何笑ってるの？はい、シンシン。そして、キナちゃん。僕、うん、全員揃った。私の足元めっちゃ悪いけど、めちゃくちゃ汚い。あ、そうね。そして、実はここに、あら、カブもすごいじゃん、猫使いじゃん。そう、あんまり猫だらけだったね。してくんね。さっきから舐めたり噛んだりしてくんの、お前だろ、知ってんだぞ。足元に絶対いるの、お前だろ、知ってんだぞ。いたじらか。